統一教会と今後は一切関係を持たない、こう表明されておりますが、大臣は統一教会のどこが問題だとお考えなんですか。統一教会をめぐっては、信者による霊感商法や多額の献金が指摘され、また刑事事件、民事訴訟も起きているという指摘をされているわけでありますから、まあ、そうした対象となっている団体、そしてそれに対する関係を持つということ、それに対して国民からいろんな疑念を受けている。そういう団体だということを分かりながらですね、まあ、関係を持ってきたというのは大変私は罪深いことだと思います。大臣がメッセージを出された工場文化フェスティバル、まあ、そこで、まあ、加藤大臣からの祝電も読み上げられた。その大臣がですね、行ったこの祝電を出すと、これがですね、やっぱり統一教会の被害の継続や被害の拡大、こういうことにつながった可能性があると、こういう認識はございますか。被害の拡大云々という、そこはちょっと具体的にですね、なかなか申し上げにくい。